世界最ズボラ。ベッドでできます。ヒットトレーニングやっていきます。右足を下にして横向きになりましょう。スマホは床に置きましょう。左手を後頭部に当てていただいて、この肘を床にタッチするイメージで1種目目いきます。開いて、床にタッチ。開く。タッチ。よし、繰り返していきましょう。開いて。限界まで開いて、タッチする。この動画は脂肪燃焼が目的なので、細かいこと考えないで、できるだけ体を大きく動かしましょう。開いて、しっかり床につける。床につかない方はね、できるとこまでで OK です。呼吸は止めないで、大きく動かす。2種目目に行くまでに10秒間休憩があるので安心してください。よし、OK。この休憩の間に次の種目解説していきます。左手後頭部に当てた状態で、肘と膝タッチ。肘と膝タッチ。これが次の種目、30秒いきましょう。タッチ。肘と膝タッチ。このタッチの時、脇腹に効きます。ふう、きつい。限界まで開いて、グッと。きつい。ふう、脇腹効いてますか？肩とか腰痛みある方は、痛みないとこまでで OK です。ふう、できる限り大きく動かす。ふう、呼吸止めないで頑張りましょう。あと3秒。ふう、ラスト1回。 OK です。次の種目解説します。皆さんは休憩しててください。さっきより強め、左手万歳してから肘と膝タッチ。左手万歳、肘と膝タッチ。やっていきましょう。タッチ、離してタッチ。できる限り高く万歳してからタッチ。きつい。ふう、ゆっくり限界まで動かしてタッチ。呼吸を止めないでください。頑張りましょう。ふう、開いてタッチ。開いてタッチ。頑張って。ふう、しっかり脇腹意識して行いましょう。限界まで開いてタッチ。ラスト1回だけいきましょう。グッと開いてタッチ。よし、 OK。 次は休憩種目です。10秒間休憩して大丈夫です。こんな感じで股関節大きく外回しです。始めますよ。よし、いきます。ゆっくり大きく股関節回す。大きく回すと、この上げた時に脇腹に効いてきます。あくまで休憩の種目なので、皆さんはやぼすんでてもいいですし、もしくはね、ゆっくり小さく楽な範囲で動かしてても大丈夫です。ただ脂肪を燃やしたい方、一緒に大きく回していきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。次の種目から寝返り打って逆向きになります。よし、 OK。 皆さんは寝返り打ちましょう。では1種目目戻ります。頭の後ろ、右手を添えて肘で床をタッチします。いきますよ。開いてタッチ。開いてタッチ。ふう、限界まで開いてからタッチ。今回は細かいこと考えずに、大きく体動かして脂肪を燃やしていきましょう。ふう、開いてタッチ。頑張りましょう。ふう、しゃ、呼吸は止めないようにして、サボらないで、限界まで大きく開いてタッチ。ふう、ラスト1回だけいきます。開いて肘を床にタッチ。 OK。 皆さん10秒休憩です。次の種目解説をします。右手を後頭部に当てて、肘と膝タッチ。肘と膝タッチ。いきますよ。3、2、1、スタートです。グッと。肘と膝タッチ。ふう、呼吸をしっかり止めないで。ちょっとね、タッチの時、上半身を起こすと脇腹に効きやすいです。首、肩、腰痛い方は、痛みがない範囲でもちろん OK です。ふう、できる限り大きく、サボらないで頑張ってほしいです。ふう、あと2回いきます。1回。ふう、ラスト1回、大きくしっかりつける。よし、 OK です。次の種目解説していきます。皆さん10秒休憩です。右手を大きく万歳してから肘と膝タッチ。万歳してから肘と膝タッチ。一緒に30秒頑張りましょう。万歳して肘と膝タッチ。できる限りつま先と足先離してからタッチ。離してタッチ。ふう、呼吸は止めないで、できる限り大きく。ふう、もうかなり息が乱れてきたのと、汗が止まらないです。ふう、頑張って大きく動かす。この次の種目、
休憩なので頑張りましょう。ラスト1回グッドタッチ、 OK。 皆さん10秒休憩です。次の種目の解説をします。大きく右股関節を外回しです。休憩なので丸々サボってもいいですが、ゆっくりでもいいので一緒に頑張りましょう。もう日頃ですね、運動不足が僕はたたってかなり息が上がっております。でですね、皆さん非常に申し訳ないんですが、この次からですね、うつ伏せになります。もうね、寝ながらにこだわってヒット作ったので、ちょっと最後までぜひお付き合いお願いします。じゃあうつ伏せになりますよ。ラスト1回大きく外回し、 OK。 うつ伏せになりましょう。よいしょ。じゃあこの体勢から左手で左かかとタッチ、右手で右かかとタッチ、いきますよ。かかとタッチ、ふう、かかとタッチ、ふう、タッチ、ふう、タッチ、タッチの時に脇腹、背中効いてきます。ふう、腰が痛いよって方、腰が痛くない範囲で行いましょう。余裕がある人はペースアップしてもいいと思います。ふう、ふう、頑張って、呼吸は止めないで、ふう、しっかりかかとタッチ、ラスト1回タッチ、タッチ、 OK。 ここで10秒間休憩で、次はですねスーパーマンという種目やっていきます。手をこんな感じ万歳して、手と足同時に上げる、上げる、上げる。これ反り腰、腰痛持ちの方痛いかもしれないので、腰がね痛くない範囲で行いましょう。頑張って頑張って、背筋、背中、腰に効きます。頑張って、ふう、頑張って、きつい、呼吸は止めないようにして、ふう、最後サボってもいいですが、できたらね一緒に頑張りましょう。ふう、ラスト1回、よし、 OK。 皆さん10秒休憩です。次の種目説明をします。さっきのスーパーマン交互です。右手と左足を上げる、次は左手と右足上げる、こんな感じで交互にやっていきましょう。ふう、お尻にも効きますね。ふう、交互ですよ。できてますか。ふう、ふう、ついてこれてない方もっとゆっくりでもいいですよ。ふう、ふう、ふう、交互、交互。ふう、ふう、腰痛い方絶対無理しちゃダメですよ。ふう、サボってもいいですからね。ふう、頑張って、あ、きつい。あと2種目ですからね。よし、 OK。 皆さん10秒休憩です。次の種目の解説をします。寝たまま休憩種目、かかとでお尻タッチするイメージ、裏ももお尻を使うイメージです。やっていきましょう。硬い人はねかかとがお尻つかないかもしれませんが、つけるイメージでいいです。僕もちょっと硬いのでペタッとはつかないですけど、こうね裏ももお尻触って動いてる感覚あれば OK です。こうね裏ももお尻使えない方はスクワットとか階段登る、自転車漕ぐとかでも前ももばっか使って前もも筋肉太りしちゃったりするので、裏ももお尻しっかり意識しましょう。次で最後の種目です。よし、解説します。皆さんごめんなさい、最後だけ寝ながらじゃないです。マウンテンクライマーいきます。でマンションでもできるように飛ばないです。こんな感じいきますよ。準備できましたか。頑張りましょう。よし、交互に飛ばなくていいですよ。もちろんね飛べる人はこうやって飛んでもいいですけど、ちょっとねご家族にも近隣の方にも迷惑なので飛ばないで行きましょう。限界まで上げるのがきつい。頑張って、しっかり上げて、サボっちゃダメですよ。上げて、よし、余裕がある人一緒にペースアップしちゃいましょう。飛ばないけどペースアップ頑張って、頑張って。腰が痛い方ちょっと腹筋意識して腰丸めましょう。頑張って、ゆっくりでもいいです、一緒に頑張りましょう。限界まで上げる、上げる、上げる。気づきましたがごめんなさい、最後この種目だけ長めなんです。頑張りましょう。でこの動画終わった後ストレッチやった方がいいのでね、終わった後おすすめのストレッチは一応概要欄貼っておきます。体力あったらやりましょう。よし、 OK。 お疲れ様でした、頑張りました。もしねこの動画良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。これからも一緒に頑張りましょう。